復活した346号蒸気機,機関車稽古当初の観光古墳社日立製837号と客車稽古当初は台湾消火圏稽古鎮にある元製党工場である。1950年代以降は消火圏で唯一正常に創業していた当初であるが2002年に製党事業は停止した。稽古当初は製陶事業を停止し、 観光娯楽施設へと転換し、敷地内には、文物資料展示施設、遊楽施設、軽便鉄道などがある。五分車とは軽便鉄道のことで、過去に佐藤機美を運搬していた車両を改造して、旅客用としている。五分車の機間は7 6 2ト、mm、ルで、国際標準機の1 4 3 5ト、mm、ルの約半分であることから、台湾人は五分古車。 または五分車と呼ぶようになった。列車は、東証港内の稽古駅から、西東鉄道時代の路線を、片道20分ほどかけて、約 3.5km 走って、急濁水系鉄橋を渡り、濁水信号所まで行って10分ほど休憩し、木回しして折り返してくる。346号蒸気機,機関車は、ベルギーのアングロフランコベルジ製で1948年製造の、 C 型タンク機関車で石炭滝である。ディーゼル機関車は日立灰と呼ばれる日立製の C 型機である。客車は貨車改造の二軸車で屋根付きで窓ガラスなしのオープンタイプが主であるが一部通常の窓やドアのついた箱の二軸客車も存在する。ディーゼル機の一部とオープン客車は一台ごとに異なるカラフルな塗装がされている。 日曜日の02時と04時が蒸気機関車牽引による運行で他はディーゼル機関車牽引である。毎週土日曜日と祝日に運行されているが、平日でも20人以上の団体で予約すれば運行される。運賃は100元で、学生優待運賃は80元、幼稚園児70元、障害者及び65以上老人50元である。なお、東初内の見学は無料で、 前には台湾東京講師のアイスクリームなどの直売所がある。ありがとうございます。